さあどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきましょうか。そしてイベクエの動画に関しましては別途投稿しておりますので、もしよろしければそちらの動画もご覧ください。そして任天堂ダイレクト東京ゲームショー2022、こちらの特大イベントが終了いたしました。ただ残念ながら任天堂ダイレクトでは特にサンブレイクの続報はありませんでした。ただ東京ゲームショー2022ではなんと公式生放送も放送されまして、でなおかつ無料タイトルアップデート第2弾、こちらの詳細も明らかになりました。いや本当にね、充実していましたね。そして現地の方ではこういった形でエスピナス亜種と先行体験、まあ、先行プレイという言い方が正しいかな、先行プレイができました。でこちらがカプコンさんのブースなんだけど、こういった形で仕切られておりました。なんかそれこそ就活の合同説明会みたいな、なんかそんな感じになっておりました。で毎回恒例のフォトコーナーもありましたね。ガルクがおりました。多分このガルクに関しては去年と同じじゃないかな多分ね同じな感じがしますね。まあそういった話はさておき、まあこういった形でかなり盛り上がりを見せていた東京ゲームショーなんですが、ようやくですね、昨日終わりました。いやー、1年に1回のゲームの祭典特大イベント終わってしまいましたよ。なんかイベントが終わると本当に、なんだろうね、なんとも言えない気持ちになりますよね。で、東京ゲームショーに関しましては、来年までお預けとなりますね。お疲れ様でした。さあ、そういったところで無料タイトルアップデート第2弾の情報もちらほら出てきているわけですが、今日はですね、そこについても改めて取り上げていきましょう。そしてその前にカプコン TV もですね、別途特別枠っていうものがですね放送されておりまして、これに関してはカプコンの公式生放送とはまた別になりますね。でカプコン TV ではですね、プロデューサーの方であったりとか、まあ、他の方々がエスピナス亜種に挑戦するっていう内容でした。ただ辻元さんとかもそうなんですけど、まあ作られた本人の方がまあ挑戦されていたんですが、なんかボコボコにやられてましたね。特にブレスがかなりこれ強力なんですよね。まあ自分も体験したんだけどマジでこれ即死級です。で食らってもその後に毒ダメージとかが残ってしまうのでかなり厄介なんですよ。エスピナスとエスピナス亜種は全く別モンスターって思った方がいいかもしれませんね。かなり強力になってました。なんか実質エスピナスの強化個体みたいな感じになっていましたね。まあ詳しく知りたい方はですね、無料タイトルアップデートが9月29日に入る予定となっておりますので、その日まで待っていただければと思います。いやエスピナス足は本当にねとてつもなく強かったわ。多分現時点で出現しているモンスターの中で一番強いんじゃないかな。まあなんだかんだ言ってグレンタギル、バゼルギウスだったりとかナルガクルガ希少種ってそんなに強くなくてあまり苦戦しなかったんですよ。まあリオ夫婦希少種に関しても同様ですね。ただエスピナス亜種は装備が優秀にもかかわらずかなりぶっ壊れの攻撃性能を誇ってました。まあ状態異常が相当きつかったね。うん。なのでそこについての共有でした。はい。あとですね、サンブレイクがなんと全世界出荷本数が400万本突破いたしました。これすごくないか。で発売してからもうすぐで約2ヶ月となるわけですが、このタイミングで400万本突破となります。これかなりすごいよね。でもちろん当たり前の話ではございますがダウンロード版となっております。でこれを機会にドアラですね、多分これ期間限定になるんですが、まあ、セールが開催されておりまして10月11日までとなります。で 25% オフで購入できるんで、もし周りの方でモンスターハンターライズ持ってるけどお金なくてサンブレイクは購入してないぜっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひおすすめしていただければと思います。いやほんとねモンスターハンター楽しんで一人でも多くの方に楽しんでいただきたいですね。まあそういった形でございます。いやほんとに東京ゲームショー2022、皆さん改めてお疲れ様でした。かなり充実していた内容でしたね。まあカプコン TV の特別枠だったりとか限定生放送とかもありましたからね。であとはここからですね、無料タイトルアップデート第2弾に付随する内容となってきます。でこちらに関しては東京ゲームショー2022、こちらの枠でも説明がございましたが9月29日木曜日に配信が決定しております。バージョン12となりますね。でこちらで追加されるモンスターを買って、その素材から新たな武器であったりとか防具を生産強化できるということが改めて告知ございました。
で、今回ですね、タマミツネ希少種、エスピナス亜種、こちらの2体のモンスターが新モンスターとして登場する予定となってます。で、こちらの2体に関してはマスターランク10、こちらが確定条件となっておりますので、もしこの2体倒したいぜという新規の方がいらっしゃいましたら、ぜひその日までにマスターランク10までにしておきましょう。そして今回ですね、超特別な個体が追加される予定となっておりまして、これね、かなりびっくりしたんだけど、怪異克服大名槌がなんと登場する予定で、しかもね、見てこれ、マスターランク110なんですよ。まあ、おそらく発売してから時間経っておりますので、マスターランク110は、まあ、超えてる方が大半じゃないかなと思うんですが、かなり高ランクで解放となります。で、こちらの怪異克服大名槌に関してはもちろんですね、まだ戦っておりませんので、まあ、具体的にどれぐらいの火力があるか分かりませんが、ただ110っていうこの数字を見る感じだと、まあ、相当強いんじゃないかなと思います。いや、真のマスターランクみたいな感じになってくるんじゃないかな。どうでしょうか。まあ、個人的にはね、エスピナス亜種もとてもね、まあ、楽しみなところではあるんだけど、ただそれ以上にですね、怪異克服大名槌っていう個体がですね、すごく気になっております。個人的にはこちらの方が本命ですね。怪異克服大名槌、めちゃくちゃ楽しみじゃねえか。まあ、そういった形でこちらが追加される予定となっております。で、他にはですね、怪異クエスト EX 星6が追加される可能性、そしてその他にも怪異クエスト EX 星6、こちらが追加されることが決定しております。 EX 星6に登場する怪異化モンスター、ゴアマガラ、エスピナス、バゼルギウス、八ヶ岳亜種、デラージャン、こちらが追加確定しているわけですが、いやー、これらのモンスターもですね、かなり強力ですね。いや、これらのモンスター怪異化するって、まあ、とてつもないことになりそうなんですが、果たしてどうなるでしょうか。ただゴアマグラが怪異化するんだ、なんかちょっと実感湧きませんが、まあ公式からこのような告知があるので、まあ確定なんでしょうね。なんかゴアマグラってさ、まあ特殊な生態を持っているので、もしかすると怪異化しないんじゃないかなと思っていたんですが、まあ怪異化するんですね。なるほどなるほど。まあ恐竜化っていうイメージがとても強いからね。そして怪異等級クエストのレベルの上限が引き上げとなります。怪異等級クエストのレベル上限が120に引き上げられ、より緊張感あるモンスターとの駆け引きが楽しめる新しい怪異素材を入手しようということで、こちらを元にですね、なんと防御力がさらに強化できるそうですね。こちらに関しては公式さんが別途情報展開されておりますので、まあ、詳しくはですね、公式ツイッターの方をご覧いただければと思います。まあ、武器強化であったりとか、まあ、装備強化であったりとか、本当にね、多種多様なことができるので、まあ、さらに狩りの幅が広がるのかなっていうところ。ただ一点懸念点としましては、まあ、怪異克服個体が出てくるので、まあ、帳尻は合うと思うんですが、ただハンターがあまりにも強化されすぎだから、ちょっとそこは懸念点ではありますよね。まあ、今回マスターランクが追加されたわけなんだけどさ、ハンターの火力が上がりすぎだからな。防御も高いしさ、火力もあるし、ね。まあ、克服個体がどれぐらい強いかっていうところにもよると思いますが、いや、これから果たしてどうなるんでしょうか。あと、これからね、まあ、継続的にアップデートが行われていくことになると思うんですが、まあ、順次怪異克服個体っていうのが、まあ、追加されていくって感じになるのかな。ただ第1弾がですね、大名槌っていうところを考えると、まあ、基本的には古竜系かな、古竜系の怪異克服個体が順次追加って感じでしょうか。ですので通常モンスターの怪異克服個体っていうのは出ない可能性が高いのかなっていう、まあ、そういった予想をですね、今立てております。なのでそんなに怪異克服個体っていないのかな。まあ、おそらく2023年のアップデートで順次追加って形になるんじゃないかな、今のところは。はい。まあ、他にもいろいろ語りたい内容があるんですが、今日のところはこの辺りで終わっていきましょうか。いやー、けど本当に無料タイトルアップデート第2弾が内容もりもりですので、まあ、すごくびっくりしております。まあ、いい意味でびっくりしてますね。こんなに追加されるんだ、みたいな感じで。いや、本当に、やばすぎじゃない？これどうなるんだろうね。いい意味でね、すごくびっくりしております。だってこれからさ、第3弾であったりとか、2023年にも継続アップデートがあるわけだからね。
ただ世間一般的にはイビルジョーの追加がかなりですね熱望されておりますので、イビルジョーも追加してくれたら嬉しいなっていうところです。いや追加されないかな、けどライズでバゼルが追加されておりますので、イビルジョーの追加っていうところもですね普通にあり得るんじゃないかなと思いました。またそちらに関しては公式から続報があるかと思いますので、もし何かございましたらこちらのチャンネルで共有させていただきます。いやマジで楽しみだな。けど120ってどれぐらい強いんだろうね。なんかそれこそ 4G のギルゲーみたいな感じになってますね。多分第3弾で140まで引き上げられるんじゃないかな。まあいいや、ちょっと話していたら長くなってしまうので終わっていきます。では最後にチャンネル登録と高評価だけ忘れずによろしくお願いしますね。バイバイ、じゃあね。